体が光の柱が立つので、すごいいろんなことが変わっていくと思うんですよね。でさっきおっしゃってた、ね、自殺する人が増えたりとか、やっぱりコロナの中でこれからどんどん仕事を失ったりとか、お金がなくなる不安とかっていうのは出てくると思うんですけれども、でもなんかやっぱりこの社会構造っていうのがどんどん、ね、崩壊していく中で、自分はどうやって生きたらいいのかなっていう人が増えてくると思うんで、これを持ってると結局本来の自分の魂に直結するので安心感とか出てくるし、本当はどうやって生きていったらいいのかとか、そういうのが分かってくるので、不安とか恐怖とかっていうのがなくなっていくと思うんですね。で仲間が見つかったりとか、で仲間と音楽やっていこうとか、一緒に仕事こんなことができるよねとか話したりとか、なんかびっくりするような人と会ったりとか、そこの間デニーさんと会ったんですよびっくりでしょ偶然に。しかもフラーレンを、そのホテルの、那覇のホテル経営してる方にお渡ししたんですね、宜野湾で。そしてそれが台風の前の日、緊急事態宣言が解除される日、9月5日に、お渡しして、そしたらこれって浄化したらいいんですよって言ったんです、滝とか。そしたらその人は滝に行きたい、滝が大好きなんですって、で私は鬼城化ってずっとあって、でやんばるの方に鬼城化の七滝っていうのがあるんですよ、でなんかすごい鬼城化の七滝に行きたいですって言って、言ってたら、じゃあニコさん今すぐ行きましょうって言われて、今すぐですかって、台風すごいから今すごい風がすごいですよって言ってでも大丈夫ですよ、運転しますからって言ってくれて、で高速もう私たちの車しかいないんですけど、風に向かってビュンビュン飛ばされながら行ったんです行ったんだ、おつそうで行って、で鬼城化の滝にこれをつけて、で、あ、じゃあ帰りましょうって言って、そしたらその方がお手洗いに行きたいですって言って、で、じゃあ近くの、道の駅、大宜味の駅っていうのが6月にオープンしたっていうところがあって、じゃあそこが近いから行きましょうねって言って降りてたら、向こうから一人で歩いてくるデニーさんがいて、と思って、いやこれフラーレン効果だなと思いながら大気味であったんだ。そうです、そうです。それでデニーさんって言って走ってったら、あこんにちはって普通にプライベートで来られてて、お月も何もいなくて、で私去年の竜宮城プロジェクトでスタッフとして参加したんですけど、もうデニーさん の, 本当にメッセージね、そうメッセージがね、本当に感動して、本当にありがとうございましたって、それをねデニーさんにお会いした時に絶対伝えようと思っ てたんですって言って、で今日本当にお会いして本当に嬉しいんですって話をしたら、あの時のっておっしゃってくれて、いやいやこちらこそありがとうって言って、で今ね台風来てるから、お互いに頑張りましょうねって言って、で緊急事態宣言もね今日までだからすごく、ね、私は嬉しいんですって言ったら、お互いに頑張りましょうって言ってガッツポーズしてくれて帰ってたんですけど、だからすごいですよ。だからそのフラーレン持ってて、で、ね、台風のところに行って、まさかデニーさんに会えたしかもプライベートでね、でデニーさんもすごい6月からオープンですごい気になってたらしくて、でなんかちょっと寄ったんですみたいな話、自分も最近行きましたね大気味の。本当に、はい、なるほどね、いろいろこう出会いも起きるってことですね。まあ、一旦 CM さんでまた後半ね、お話聞きたいと思います。はい、クリスタルボールを鳴らして、おー持ってきたんですね。ぜひぜひ。すごいなこれ。すごいよ。こういうのはやっぱ共鳴するんじゃないですか、やっぱり。共鳴しますよ。クリスタル、同じクリスタル。本当に。これ家に置くのいいな。大きいのね。やっぱり置いたらいい。ね、ピーチャーさん元気ですか。なんかでもメッセージ送ってもメッセージ見てないみたいで。そう、見てない見てない。あの結構ね。大丈夫ですか。なんか最近ちょっと気になるんだけど。体調もね、夏バテとか。で大変なんだけど。でもね、そのピーチャーに会いたいなと思って会えるの。
約束しないで、ね、で一昨日もそのめぐみちゃん、うんうんうん、3日前かあの妊婦のめぐちゃんが、うんうん、お腹の子供が海で泳ぎたいって言ってるのって言って、うんうん、でトロッピーに行ったらあなんかいたって言ってましたねすごいですね、うん、これもフラーレン効果か、うん、綺麗だ、おレアだ、すごいめっちゃ響いてる、あ響いても変わらないんだ、うん、若干音変わりますね、変わらない、でもちょっと変わるね、うん、では CM 開きます、はい、かけます、はい、どうもレッツ深呼吸をお届けしてます、はい、ね、え前半からもう笠井さんのねいろんなお話聞いてるんですけど、うん、また前回ねお披露目しました、うん、クリスタルボール、クリスタルボールをね、ちょっと響かせていただきながら、うん、またお話し続けたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、このフラーレン自体が、うんうんうん、持っていただくと分かるんですけど、うん、五角形と六角形でできてて、五角形と六角形、うん、で五角形を中心に、うん、六角形の花びらが見える、あ花みたいになってるの分かります、見えます、五角形が真ん中で六角形が周りにあって、うんうんうん、あ本当だ、 花みたいに、はい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 、花みたいに見えません、あーなってるなってる、あーそういうこと、で刻みますへーそう、うんうん、でできてるんですけど、うんうん、フラーレン呼吸っていうのがあって、うん、自分がこのフラーレンの中に入っているイメージをして、うん、まあこの中に入ってこう正座なりしてるイメージをして、うんうん、でこの五角形の窓から息を吸ってで、うん、六角形の窓から息を吐くっていうイメージをするんですよ、それがフラーレン呼吸なんですけど、うん、で自分はこの中にあって、うん、で一番下がこう光の柱が伸びていって、うん、地球のマグマのところにつながって、うん、でまた自分に戻ってきて、でまたフラーレンを通して、宇宙の果てのグレートセントラルサンのところに光の柱をビュッと伸ばして、うん、でそのグレートセントラルサンと自分と地球がつながっている光の柱をイメージするっていう瞑想があるんですけど、それがフラーレン瞑想、そうです、うん、で呼吸とその瞑想を同時にやるってことですかね、はい、なのでちょっと誘導しますので、うん、みんなでちょっとやってみませんか、うん、このクリスタルボールをそうですそうです、これはねラジオを聞いてる方も一緒にイメージをしてそう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 、はい、ね、ツイキャスを見てる方は多分この、うんうん、フラーレン自体球体は見えると思うんですけど、うんうん、五角形と六角形の窓が球体の中にあるっていうイメージをしていただいて、うんうんうん、まあ、軽く目を閉じていただいて、うん、はい、ちょっとねリラックスした、はい、まず自分がこのフラーレンの中にいるイメージをして、フラーレンの中で座っているイメージをしてください、うん、これは目を閉じた方がいいですか、そうですね、うん、そしてそのフラーレンの窓が五角形と六角形の窓があるんですけれども、うん、五角形の窓から息、鼻からね息を吸って、で六角形の窓から息を吐く、口から吐くっていうイメージをして、実際に五角形の窓から鼻から息を吸って、六角形の窓に口から息を吐く、でこの口から息を吐くときに細い細い糸みたいなこう息でこう吐いていくっていうイメージ、でその呼吸を続けてください、
度はフラレンの中にいる自分の中心からどん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 光の柱が下に下に降りていって、ずっとずっと光の柱が下に降りていって、地球の中心の部分のところまで光の柱が降りていくイメージをしてください。地球の真ん中はマグマがふつふつと沸騰していて煮えたぎっている状況、そこに光の柱をこうアンカーを下ろすみたいな感じでぐさっと突き刺す感じでイメージをしてください、そこから今度は光の柱がどん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 自分の中心に戻っていって、今度は、自分の頭を突き抜けてどん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 上に上に伸びていくイメージをしてください。宇宙空間をどん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 突き抜けて、どん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 宇宙を突き抜けて、宇宙の果ての宇宙の太陽、グレートセントラルサン、イメージできなかったら太陽をイメージしていただいても大丈夫です。そこまで到達したら光の柱をドンと突き刺してください。それができたら今度はフラレの中に入っている自分に戻ってきてください。そして自分が地球と自分を通して宇宙とつながっていることをイメージしてください。そして自分が光り輝いているイメージをしてください。そして自分の中の、細胞の一つ一つが光で輝いているイメージをしてください。手の先から指の先から足の先からすべて自分から光が放っているイメージをしてください。もうあなたは宇宙と地球とつながっていて、とてもとても安心感しかありません。光に包まれている安心感を感じてください。で、自分のタイミングで目を開けてください。クリスタルボールの音やばいですね。どうでした感想？あの番組始まって以来こんなに喋れなかった自分も寝てしまうんじゃないかと思って大丈夫かな放送事故ギリギリだけどいやでもね、あのずっと目を閉じて集中して聞いてると、うん、あの心地いい感じがして、多分これ真剣にあの聞いてた方は、うん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 、ね、あの心地いいね、良かったんじゃないかなと思いますね。この音がすごいね、また、うん、クリスタルボールのこのクリスタルボールの音がちゃんとマイクで届いてるかな、非常にね、うん、多分届いてる、素晴らしい、うん、すごいね。これツイキャスで見てる人は画像で見て、うんうん、うわーっと思ってるかもしれないけど、うんうんうん、音声だけ聞いてる人はどういう状況か、ね、説明してるそうそう、こう目の前で鳴らしてるんですよ。このクリスタルボールっていうのはまん丸いボールじゃなくて、クリスタルでできたこう器みたいな、うんうんうん、
今日はフラーレを中に入れているので多分、うん、あの共鳴してると思うんです、ね、うんうんうん、素晴らしいですね。大きなねコップみたいな形の、うんうん、透明なものですね、うん、ずっと音がね、うん、共鳴して響いて、響いてて、そう、これこの間あの小学校の子供に聞かせたら、うん、あのこれはなんかいろんなところから音が来るって言って、うんうんうん、宇宙空間だねって言ったんですよ、その子、小学校の小学生の子が、うん、なんか 3D みたいって言ったんですよ、か確かに音の 3D みたいって言って、うん、目をつぶってると不思議となんか右耳で強く聞こえたりと思ったら左耳で強く聞こえたり、うん、なんだろう、あらゆるところで鳴らされてるみたいなそんな感じはなんかしましたね。立体的に音が聞こえてくる、うんうんうん、いや子供ってね、あの大人が聞こえない周波数も聞こえるんですよ。素晴らしい。またね、あのいろんな感じ方が多分ね人によってあると思うんで、うん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 、すごいいいと思います。こういうなんだろう、このフラーレンを使ってクリスタルボールを使ってこういう、うん、呼吸とか瞑想の会っていうのは今結構やられてるんですか、それとも今回初めて。今回初めてです。うん、であの私からあのフラーレンを買ってくれた人の、はいはい、Facebook グループっていうのがいて、うんうんうん、今多分20人ぐらいになってると思うんですけど、あのフランスの日本人の方も入っていて、うんうんうん、で今度そこでライブ配信で、うんうん、あの瞑想会みたいなのをやろうかなと思ってて、うん、だからなんかそこでシェアするのがね、はいはい、すごい面白いですよ。あのこれを持って、うん、あの滝に行きましたとか、あの神社の、うん、なんていうんですか、手を洗うところの龍のところにこう置いてる写真がねアップされたりとか、うん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 、こんなことがありましたとか、やっぱりすごく引き寄せがすごいんですよね、この流れが。自分が願ってることにをなんだろうに近づけてくれるというか、そういった本来の魂がこう、うん、思い描いているところに近くなるっていう、うんうんうん、で循環が起きたりとか、うん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 、うん、すごい。じゃあこれよくね、あのパワーストーンとか石とかで浄化が必要じゃないですか、はい、これのフラーレンの浄化っていうのはね、よく例えば満月に当てるとかいろいろありますけど、うんうん、はい、あのこれはもうお水ですか、うん、自然に近いお水、うんうんうん、滝とか、滝とか、うん、川とか、うんうんうん、あとは太陽に当てたり、やっぱりこれグレートセントラルサンの、うん、エネルギーなので、うんうんうん、月じゃなくて太陽、うん、でも月も陰なのでいいと思います、うん、両方必要だと思う、うん、でやっぱりこの自分たちの邪気とか不安とか恐怖とかを吸い取ってくれる効果もあるので、うんうん、あの定期的にそういうところに行って浄化したらいいと思います。うーん、家に行こうってね、うん、テレビ見ながら握ってたりとか、うん、そういったのもいいかもしれないですね。結構ね、精神的にこう不安な人とかは、うん、あのハートチャクラに当てたりとかするとざわざわがなくなったりとか、うんうん、あと友達とかはあの声が出なく、あの南仏に住んでるユキミは歌手をやってるんですけど、うんうん、あの声が出なくなったりとかすると、ここに当てるとすごく、うん、声が出るようになったりとか、うーん、すごいな。第三の目に当てるとすごい通りやすいとか、いろいろあるみたいです。うんうん、リキさんさっきからなんだかんだ興味津々ですけどね何かね、やっぱりなんか可愛くなってくるよね、握ってるとすごいな、面白い、これ、うん、今日はあのちかちゃんに一番ちっちゃいやつをプレゼントしたんです、ね、ありがとうございます。お誕生日が7月だったんですけど、はい、もう伸び伸びで渡そう渡そうとすごい、ありがとうございます。早速ね、何かちょっといろいろ活用してみようと思います。か、サンキャッチャーみたいにして、うんうん、はいはいはい、車のところに引っ掛けてもいいと思う、うんうん、そうするともう車自体が光の柱が立つから、そうだね、太陽も当たるし、いいかも、かわいい、すごい反射してすごい綺麗な、かわいいね、うんうん、虹に見えたりとか、あ、すごい、早速じゃあやります、うん、ありがとうございます。あとなんかあのクリスタルの他にこういうなんかレインボーのクォーツがあって、うん、これも水晶なんですけど、うんうん、これはいろんな色が入ってるんですね、うんうんうん、でこれはあのチャクラ調整とかしてくれるんですけど、うん、やっぱりそれぞれのチャクラがあって、でそこのチャクラが弱っているところがを調整してもらったりとか、うんうん、あとこれはすごい楽しい波動を出すので、うんうんうん、楽しいことがどんどん来るとか、うんうん、楽しい人に出会ったりとか、うん、なんかちょっとワクワク喜びとか、うん、なんかまずはそのこのクリスタル、うん、普通のクリスタル自分軸を通して、う
でその後2つ目とかはこういうレインボーみたいなのでちょっとワクワク系だったりとか、うんうん、あとこのアメジスト、ね、アメジスト、アメジストは、セントジャーメインっていうマスターが、はい、あのセントジャーメイン高次元のマスターがいるんですけど、うんうんうん、その人があのプロテクトというか慈愛というか、うんうん、いろんなものをこう守ってくれるっていうものがあるので、うん、これを持つ人とかこのローズクォーツっていうのは、うんうん、あのハートチャクラに直結するんで、はいはい、そうですね、うん、ピンク、うん、だから結構パートナーシップとかも、うん、あの強めたいとか、あ、寝室に置くといい的な感じですねこれそういうわけではないそういうわけではない、あのすごくなんかハートがすごく弱ってる人とかっていう人にもすごくいいです。うーんなんかあすごいかわいいそう雪だるまみたいになって、うん、いいですねこれかわいい、うん、ほんと家に置きたいなって思う、これいいですね。そうなので興味ある方はぜひ10月10日の12時から、うんうんうん、アガリンテーラーっていうカフェがあるんですけど、はい、検索したらね、うん、すぐ出てきますね、ひらがなでアガリンテーラーさんですね、はい、そこにも、14ミリのフラーレンがあって、うんうん、オーナーさんが買ってくれたんですけど、へえ、はい、女性の方ですよね、うん、そうです、レンさん、ヘントナレンさんレンさんね、うん、はいはいはい、買ってくれたのであります。へえ、10月10日、はい、12時から、12時から、はい、ぜひね、興味がある方はあのその時に実際にこれあの触っていただいたりとか、うん、感じていただいたりとかしていただいて、うん、あとはその瞑想会とか、うんうんうん、あのフラーレン呼吸、うん、フラーレン持ってなくてもフラーレン呼吸できるので、はい、イメージでこの中に入って、五角形の窓から息を吸って、うん、六角形の窓から息を吐く、吐く、うん、それをするだけでもすごく、うんうん、つながる感じがするので、うん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 、これね、あの例えばなんだろう、ちょっとね今日聞いてて買ってみたいとか、どういったものかちょっと見てみたい、うん、気になるなっていう時は、そうですね、美恵子さんのねフェイスブックとかを見ていただけると、笠井美恵子で検索していただくと出てくると思うので、はい、連絡してください。メッセンジャーからでもね、うん、お買い求めになりたい方はいいと思います。これね本当持つとねちょっとなんかやばいです、欲しくなる結構大きいと重量がね、ね、かわいい、本当家にも置いてもいいかもな、うん、ね、ありがとうございます。当たってて綺麗だよね、またね、光当てて反射すると光がね入ると、うん、で、あの一つ一つの球の玉が映り込んでるから、うん、すごいいっぱい玉が見えてくるんですよね。うん、確かにね。イメージ的にはもう本当に優しいエネルギーを放ってる感じですかね、うんうん、そうですね。で、自分の魂に直結していくっていう感じなので、すごいな、うん、ありがとうございます、ね、あの気になる方は笠井美恵子で検索すれば Facebook でねつながっていただいて、はい、はい、ね、実際写真とかも結構載せてますもんね、はい、見ていただくといいと思います。大きさとかもあるので、実際に触ってみたい方は10月10日に来ていただきたいと思います、うん、例えば今で言うとどういった方が持った方がいいと思います？やっぱりね、不安とか恐怖とか、うん、これからどうやったらどうやって生きていけばいいのかっていう方は、うん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 、私の本も、うんうん、そうですね、あのそうなんですけど、うん、やっぱりあのそっちに導いてくれるので、やっぱり本来の魂のスイッチを押したいと思っている方、うんうん、本当は自分は何がやりたいのかっていうのが分かってない方とか、うん、あとパートナーシップもやっぱりフラーレ持つと、うん、すごく今の自分に、沿った、うん、こう同志みたいな人が、うんうん、あの現れたりとか。はあ、面白いですね、うん、いろいろ迷ってる方とか、もうわさわさしてる人、うんうんうん、あと家庭内がちょっと不安定でどうしようっていう人は、このこれをうちに置いていただいて、で整理がつくと、そうするとやっぱりみんなこうそれぞれが、あの調和になるので、いいですね、はい、ありがとうございます。家庭ではおのおのが一つ持つんじゃなくて、家庭に一つ置いておくだけで違うってことですね。そうですね、そのお家の人たちが、うん、ただその、ね、こういうあのローズクォーツですとかレインボーっていうのは携帯用に持ち歩くっていう、うんうんうん、あ、身につけているといいってことですね。そうです、あのお仕事とか、だから家庭の中ではこれ光り立ってるんですけど、持ち歩けないじゃないですか、うんうんうん、で例えばこう
お仕事とかしてる人とか、うん、上司にちょっと切れられるっていう、うん、方とかいるじゃないですか、うん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 、でこれを持ってると不思議と調和が取れるとか、自分のこうでもね本音しか言えなくなるんで、うん、今まで我慢してたことがもう上がってきて怒りが止まらないっていう友達もいるんですよ実際に。でも結局本音で言うから向こうも本音で返してくれるようになってすごく楽になったっていう人もいるし、今まではなんか上辺だけで付き合ってたのがもうそれがあの本音の考えしかなくなったみたいな。素晴らしい。まあ、今日は本当にいろいろね、ありがとうございました。興味深いお話を、うん、残りもう、ね、あと20秒なんで、はい、まあ、ちょっと気になった方はあの笠井美恵子さんで、うん、検索して、ね、Facebook でも、うん、はい、て見ていただいて、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週10月に、ね、お会いしましょう。はい、よろしくお願いします。それではさようなら。バイバイ。ありがとうございました。